持ち株会社が投資の対象として投資家にとって魅力的になり得るのは究極。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は持ち株会社とはというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は持ち株会社っていうのは、まあ分かりやすさだけを追求するならばもう投資会社というふうに認識していいというのが今回の結論です。はい、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、まあ組織構造の基礎基本から確認していきたいと思います。はい、すなわちですね、まあ事業会社で機能別組織というのが基礎基本ですということですよね。だから組織っていうのを考えるときは、会社っていうのを考えるときは、まず事業会社っていうのが基礎基本ということです。だから事業をちゃんとやってる会社っていうのは基礎基本ということですよね。今回やってる持ち株会社っていうのはあくまでも例外的な会社ということになります。はい、そして組織構造としては機能別組織っていうのがまずは基礎基本のまあ組織になるということです。はい、つまりですね、まあ事業活動、言い方を変えたら付加価値の生産っていうのをやっていて、そして機能別に部署を作るっていうのが、まあ、組織の考え方では基礎基本になるということですね。はい、事業活動って何ですかって言ったら、これは付加価値の生産をやってるということです。はい、で付加価値っていうのは、まあ、人間の手っていうのがまあ加わっていくっていうことになりますので、そう考えると、まあ、例えば小麦粉パンというふうに考えた時に、まず原材料として小麦がありますと。で小麦を仕入れて小麦粉を作りますと。で小麦粉を仕入れてパンを作りますと。でそのパンを販売しますと。でパンが売れました。それで付加価値が数字として計上されるということになるわけですよね。はい、だからまあ国の経済的な豊かさっていうのを測る、まあ、GDP 国内総生産というのはですね、まあ、例えば110円のパンが消費者に売れたっていうんだったら、その価値連鎖の中で結局合計金額としては付加価値は110円というふうに計算するわけですよね。なので小麦を仕入れて小麦粉を作りました。小麦粉仕入れてパンを作りました。パンを売りました。110円で買っていただくことができました。その価値連鎖の中で作られた価値はいくらですか？110円ということですよね。はい、ってことは究極的には、まあ、事業活動っていうのは製造と営業ということになります。はい、だからパンを作る、パンを売るということですよね。でパンが売れた時に初めて付加価値110円っていうのが計上されるということになります。はい、なので事業活動をやってます、付加価値の生産をやってます、だから製造営業っていうのをやってます。でそれで機能別に部署を作っていくっていうのが基礎基本の考え方ということですね。はい、例えばということで、まあ、機能別ということで、まあ、一番シンプルなのは3機能ということですよね。まあ、要するに役割、仕事の内容の違いということです。はい、一つは管理部ということですよね。でもう一つは製造と営業ということになります。はい、でちなみに製造と営業だけではダメなのかって言ったら、これダメなんですよね。はい、まあ、事業活動っていうのは作って売るってことに尽きるんですけれども、じゃあ製造部と営業部だけで管理部門がないと言った時に、これうまくいくかって言ったらうまくいかないんですね。はい、なんでかって言ったら、これは働いている人間が感情の生き物だからということに尽きます。はい、人は 100% どんな人も絶対に手を抜く、楽をする、サボるんですね。まあ、これは例外はないということです。人によって手を抜くとか、人によっては手を抜かないとか、そんなことはないということです。もう人間である以上、100% 手を抜く、楽をする、サボるんですね。はい、だから結局人っていうのは外からの外部エネルギーっていうのがなかったらですね、まあ、しかも会社って言った時に、まあ、製造現場、営業現場で働いている人たちっていうのは基本的には雇用契約、労働契約なわけです。はい、だから労働時間の対価として給料を受け取るっていう、そういう働き方をしているわけですよね。だから1ヶ月間が例えば22日とか、もしくは172時間とかっていう形で、じゃあ私は172時間労働を提供します。でその対価として給料をいくらくださいという、まあ、そういう労働契約ということになるわけですよね。でなると基本的には提供する労働時間が固定だったら、受け取る給料というのも固定ということになるわけですよね。
そうすると、まあ、給料の金額が決まってるんだったら、まあ、はっきり言ったら手を抜く楽をするサボる、そっちの方が、まあ、はっきり言って賢いわけですよ。どうせ受け取ることができるお金が一緒なんだったら、もうどうやったって、まあ、人間は無意識に手を抜く楽をするサボるんですよね。はい、ってなった時に製造部なのに作らない、営業部なのに営業活動をしないっていうことが起きちゃうんですよね。でそれはもう外部からのエネルギーっていうのが入らない限りは絶対に避けることができない手抜きサボりなので、どうしてもそれを管理するための管理部門っていうのも必要になるということです。はい、ただ管理っていうのは必要だから設定するのであって、まあ、ここが膨張すると会社はうまくいかないということですよね。だから会社の主役っていうのは製造部であり営業部なわけですよ。でこの2つの機能っていうのが主役ということです。だけど製造部にちゃんと作らせる、営業部にちゃんと売らせるっていうために必要最小限の管理部門っていうのがいる。でこの結果ですね、まあ、機能別組織というのは管理、製造、営業で、まあ、3機能ということになるわけですね。まあ、これが基礎基本ということになります。はい。で、まあ、これが最もシンプルということです。会社っていうのは事業会社であり、事業会社が取ってる組織構造は機能別組織。まあ、これが最もシンプルということですね。はい。では、ということで、じゃあ、機能別組織で起きやすい問題点って何ですかということなんですけれども、はい。これは会社の業績が低迷した時にですね、まあ、責任を他の部署になすりつけっていうのが起きやすいということです。はい。やってる部署によって仕事内容がバラッバラなわけですよ。はい。それぞれがそれぞれの責任で、まあ、それぞれの仕事っていうのをまあやってるわけですよね。製造は製造をやります、営業は営業をやります、管理は管理をやりますなわけなので、バラバラの仕事をやってるわけです。はい。そうした時に、まあ、会社の業績っていうのがうまくいってる時は何の問題もないんですよね。むしろ事業会社の機能別組織っていうのは、まあ、はっきり言って無駄がないので、最もシンプルってことは一番無駄がないんですよね。だから、まあ、利益っていうのが最大化しやすいということで、業績がうまくいってる時っていうのはすごくまあ理想的な組織構造になりうるんですけど、いざ、まあ、例えば業績が良くない、まあ、はっきり言ったらまあ売上が上がらないということになってくると、まあ、誰の責任なんだと言った時に、まあ、互いにですね、まあ、はっきり言ったら責任のなすりつけっていうのが始まってしまうということですよね。まあ、製造からするとこんなに性能のいいものを作ってるのに売れないのは営業の営業努力とか営業の工夫が足りないからだというふうに考えるわけですよ。で逆に営業に関して言うと、でも自分たちはこんなにね営業活動販売活動をやってるのに売れないのは、まあ、製品が顧客の求めてる需要ですよね、顧客の要望とは全然違うものを作ってるからだというようなことをするわけですよね。まあ、そういうなんかこう責任のなすりつけみたいなのが起きて、まあ、みんながなんか無責任になってしまうと、それぞれがそれぞれのまあ専門的な仕事をやっているがゆえに、いざ業績が低迷してしまうと無責任化してしまうっていうのがこの機能別組織の問題点としてはあります。はい。すなわちということで、まあ、自分たちはちゃんとやってるんだけど業績低迷っていうのはあの部署のせいなんだと、製造部のせいだと、営業部のせいだと、管理が悪いんだということで、まあ、その他の部署の責任にしてしまうっていうところが問題としては起きやすいということです。はい。なので、まあ、事業会社の機能別組織の改善っていうのを図ったのが、まあ、事業会社の中の事業部制組織ということですよね。だからこれが2番目ということになります。組織構造の2つ目の形態ということですね。はい。例えばということで、まあ、今度は事業別組織ということは事業別でですね、まあ、部署っていうのを作っていくということになるわけですね。はい。そうすると、まあ、例えば本社、まあ、ここが管理機能ということになりますけれども、まあ、その下にですね、まあ、製造営業ではなくて事業部ということで、まあ、例えばこれはいくつか作り方あるわけですけど、例えばまあテレビ事業部とかカメラ事業部みたいな、なんか製品別で事業部を作ったりとか、もしくは地域ですよね。例えば関東営業部とか関西営業部とか日本事業部と海外事業部とか、まあ、そういうこうなんか地理的に作るっていう場合もありますけど、いずれにしてもその事業部っていう形で作るということです。でその事業部っていうのはですね、まあ、ちっちゃな、まあ、子会社みたいな感じで、事業部の中に例えば製造営業管理っていうのがまあ全部入ってるということですよね。だから一つの会社なんだけどその事業部ごとにまた製造営業管理、製造営業管理っていうのが入ってるというのがこの事業部、別組織のまあ特徴ということになります。
。はい、そうするとですね、事業部長っていうのは、実質上ですね、子会社の社長みたいな感じになるということなんですよね。だからテレビ事業部の事業部長っていうのは、テレビ事業部っていう一つの事業部における、最終責任者みたいになっているということです。はい、なので、各事業部長っていうのはですね、これ責任転嫁できないということなんですよね。はい、じゃあなんでテレビ事業部の業績が低迷してるんですかと言った時に、それカメラ事業部の責任にするってわけにはいかないわけですよ。はい、それテレビ事業部が業績が低迷してるっていうんだったら、明らかにそのテレビ事業部の中に責任があるということなので、事業部長っていうのはですね、子会社の社長みたいなものなので、責任転嫁ができなくなるということなんですよね。はい、ではですね、結局事業会社の事業部制組織っていうのは、これじゃあ完璧な組織構造ということが言えるのかということなんですけど、はい、もちろんですね、言えないんですよね。完璧だったら全てのですね、全世界のありとあらゆる会社が事業会社で、なおかつ事業部制組織を取っていればいいということになるわけですけど、事業部制組織は事業部制組織で当然問題点っていうのがありますということですよね。はい、なぜかっていうと、結局ですね、同じ会社なのに経営資源の重複っていうのが非効率なんですよね。特に管理機能っていうのが、例えばテレビ事業部の中にも管理部門がありますと、カメラ事業部の中にも管理部門がありますと、関東事業部の中にも管理部門があって、関西事業部の中にも管理部門があると、日本事業部の中にも管理部門があって、海外事業部の中にも管理部門があると。だから同じ会社なのに管理部門っていうのが重複してるん でその重複っていうのが非常に非効率ということですよね。この分は確実に利益っていうのを押し下げますということですよね。はい、なので、機能別に比べて事業別っていうのは、管理費の重複分っていうのが、利益の低下要因になりますということですよね。ここは問題点ということです。はい、だから会社がうまくいってる時っていうのは、事業別よりも機能別の方が利益は最大化するということですよね。なんでかって言ったら、無駄が少なくてですね、費用っていうのが最小化してるからということですよね。事業別組織の場合はですね、結局経営管理の重複分ですよね、費用の重複分で、その分ですね、機能別組織に比べて利益が低下してしまいますということです。はい、であればですね、同じ会社で管理費が重複してるっていうことで、じゃあ全ての会社別会社にしちゃったらどうなんだということで、これで出てきてるのが、結局事業会社の事業部制組織からの発展系とも言える、持ち株会社ということですよね。はい、すなわちということで、持ち株会社っていうのは、英語カタカナで言うならばホールディングスということになるわけですよね。だからなんとかホールディングスとかなんとかグループっていう会社は、基本的には持ち株会社ということになります。はい、で持ち株会社っていうのは基本的には親会社として設立されることが多いということで、親会社持ち株会社は事業をやってない会社ということですよね。だから事実上投資会社ということです。はい、基本的には管理のみということですね。はい、で子会社っていう形で、テレビ事業部じゃなくてテレビ会社ですよね。カメラ事業部じゃなくてカメラ会社みたいな感じで、各子会社っていう形でもう全部会社単位で独立させてしまって、その子会社の株を持ってる会社っていうのが持ち株会社ということです。はい、なお持ち株会社自身が株を持ってるだけじゃなくて、持ち株会社は持ち株会社で自分たちの事業をやってる場合もあるんですけど、今回は分かりやすさを追求して、実質的な純粋的な持ち株会社っていうのでやっていきたいと思います。単純に事業は子会社がやって、で親会社の持ち株会社は管理だけっていう純粋的な持ち株会社ということで、今回の動画はやっていきたいと思います。はい、つまりですね、持ち株会社っていうのは、事業ですよね。だから付加価値の生産活動、もっと言うと製造営業というのを行っていないということで、管理業務だけを行う、事実上の投資会社ということですね。だから子会社の株を持っているということですよね。だから子会社の株を持ってて、子会社の株を売ったり、別の会社を買って子会社化したりということをやってるということです。はい、なので投資家が持ち株会社に投資を検討するっていうのは、投資家が投資会社に投資を検討するっていうのと、事実上同じです。だから限りなくですね、はっきり言ったら投資信託に近いということです。はい、すなわちということで、持ち株会社投資会社が何の事業を行っている、どの子会社の株を持っているのかっていうのが、投資判断の基本中の基本ということですよね。これが投資信託と持ち株
株会社での投資が違うとしたならば、まあ、はっきり言って投資信託の場合は、まあ、どの会社のどの事業を行っているものが金融資産の組み合わせの中に入っているのかっていうのは投資信託の方がまあ分かりにくいっていうか、まあ、ほぼ分かるのが不可能ですよね。でもまあ持ち株会社っていうことになると、まあ、それぞれ毎年毎年ですね、まあ、例えば有価証券報告書とか出しているので、私たちの会社はですね、子会社はこの会社が子会社ですみたいな感じで、まあ、金融庁に対して、まあ、事業報告っていうのを行っているので、まあ、投資信託に比べれば持ち株会社の方がまだその会社の子会社とかその子会社がやってる事業内容っていうのは、まあ、把握しやすいということですよね。はい、なので、まあ、持ち株会社という、まあ、事実上の投資会社に、まあ、投資を検討するということであれば、まあ、何の事業を行っている、どの子会社の株を持っているのかというのが、まあ、投資家としての投資判断の基本中の基本になるということです。はい、なおということで、まあ、仮にですね、まあ、親会社持ち株会社が子会社の株 100% 保有している場合、まあ、連結されている決算書の数字だけでは、まあ、事業会社と持ち株会社の違いっていうのはこれは分からないということです。まあ、数字だけっていうのは、まあ、つまり文章を読めば分かるんですけど、はい、文章を読まないで単純に損益計算書とか貸借対照表とかキャッシュフロー計算書とか、まあ、そういう数字だけで見た場合、事業会社の決算書なのか、それとも持ち株会社の決算書なのかっていうのははっきり言って、まあ、分からないということですね。はい、しかしですね、まあ、現場現物現実では、まあ、事業会社と持ち株会社っていうのはこれはまあ全然違うということです。はい、だから数字の面では持ち株会社が 100% 子会社の株を持っていれば、子会社のまあ結局売上利益ですよね、まあ、そういう収益費用利益っていうのが全部親会社の決算書にまあ連結して足されるので、だからまあはっきり言って事業会社の決算書とほとんど同じような決算書ということになるんですけど、実際にまあ事業を行っているまあ現場現物ですよね、現実ではもうこれはもう全然違う会社と、まあ、全く別会社というふうに考えていいということです。はい、なおですね、まあ、最大の違いっていうのは、まあ、事業会社っていうのはですね、まあ、消費者市場を向いている場合が多いんですね。はい、要するに、まあ、例えば何らかの自分たちが提供している商品サービスを買ってくださる顧客ですよね、家計であるとかもしくは企業であるとか、まあ、そういう消費者市場を向いて会社の経営が行われている場合が多いということです。はい、しかし持ち株会社の場合はこれは金融市場を向いて会社経営が行われている場合が多いということですね。はい、つまりですね、まあ、持ち株会社っていうのは、まあ、事業をですね、付加価値の生産活動っていうのをやってないんで、だから持ち株会社はですね、顧客ですよね、例えば家計であるとかもしくは企業ですよね、まあ、B2B ビジネスビジネスで相手が法人企業だと言った時に、その自分たちの子会社が提供している商品サービスを実際に買ってくれている顧客と直接で接してないということですよね。これがまあ持ち株会社ということです。はい、だから家計が何を求めているのか、もしくは相手の顧客企業が何を求めているのかっていうのが、まあ、いまいちこう持ち株会社のですね、経営陣は理解できてない場合が非常に多いということです。なんでかというと顧客の声を聞いてないからということですね。はい、むしろ、まあ、株主とか投資家など金融市場関係者と直接接しているということです。例えば、まあ、外国の機関投資家と例えばですね、まあ、面談であってですね、例えば株式分割だとか自社株買いだとかもしくは配当だとか、まあ、そういったものっていうのの要望っていうのを聞く機会っていうのは多いし、まあ、3ヶ月に1回決算説明決算発表っていうのをやるんで、まあ、そういうなんかこう金融市場関係者と、まあ、持ち株会社の経営陣っていうのは接しているっていう関係になってるということですね。だから、まあ、持ち株会社っていうのは、まあ、メリットとしてはですね、じゃあ持ち株会社っていう組織構造はどういうメリットがあるんだということなんですけど、はい、まあ、メリットとしてはまず金融市場の要望っていうのにまあ答えやすいということですよね。まあ、例えば株式分割をしてほしいとか、もしくは自社株買いをしてほしいとか、もしくは例えば配当成功を引き上げて配当金のまあですね、まあ、金額を上げてほしいとかですね、まあ、そういうなんかこう要望ですよね、っていうのにまあ答えやすいということです。
です。はい、そして経営管理に集中できるということで、例えば子会社が10社100社1000社というふうにあったとしたならば、まあ、そのグループ一応なんとかホールディングスとかなんとかグループなので、まあ、その行く目的みたいな、まあ、その例えば理念だとかビジョンだとかですね、もしくは戦略っていう、こうグループビジョンとかグループ戦略みたいなのをその戦に、まあ、を作るのに、まあ、集中できるということですよね。まあ、これが日々の業務ですよね。例えば製造業務だとか日々の営業業務とかっていうのから、ある意味、まあ、持ち株会社の経営陣っていうのは解放されているので、だから30年後20年後10年後のビジョンだとか、もしくはじゃあそれを実現するための戦略だとか、もしくは5年3年の、まあ、中期経営計画だとか、まあ、そういったものを、まあ、グループ全体の、まあ、ビジョンとか戦略とか、まあ、目標っていうのを策定するっていうのに、まあ、集中できるということですね。はい、そして、まあ、投資のですね、まあ、結局集中できるということで、じゃあ持ち株会社って何やってるんですかって言ったら、究極的には子会社の株を売ったり子会社の株を買ったりですよね。だから今まで自分たちのグループの子会社だったんだけど、その子会社の株を売るということで、まあ、結局自分たちのですね、まあ、グループの資産の組み替えっていうのに集中できるということです。まあ、逆に別の会社の株を買って新しく子会社化するとかですね、まあ、そういう資産の組み替え業務投資に、まあ、集中できるっていうのが、まあ、持ち株会社の、まあ、プラスということです。まあ、それだけ日々の、まあ製造とか営業業務から解放されているということですね。はい、一方ですね、まあ、デメリットとしては、まあ、顧客ですよね、家計とか企業の、まあ、要望に応えづらいということですよね。まあ、なんでかって言ったら生の声を聞いてないからということです。はい、そして、まあ、子会社への影響というのはあくまで間接的ということですよね。だから同じ会社の中の例えば製造部営業部を生産統制するっていうのと、実際持ち株会社として子会社を、まあ生産統制するっていうのは、これはまあ全然違いますよね。はい、自分の会社の中の営業部製造部営業部っていうのを統制するっていうのは、これ直接的に統制することができますけれども、はい、持ち株会社が子会社をですね、まあ、結局統制するってなったら、これは絶対間接的なわけですよ。はい、だから子会社への影響っていうのはあくまでも間接的ということですね。はい、で、まあ、グループ内での相乗効果っていうのは、まあ、事業会社に比べれば持ち株会社を中心とするグループはこれ発揮されにくいということです。まあ、会社としてのなんか一体感とか連帯感みたいなのっていうのがやっぱり弱いですよね。まあ、持ち株会社を中心とした、まあ、グループ会社っていうのは、はい、そして、まあ、親会社としての、まあ、主要な収益っていうのが子会社からの配当金しかないということですよね。子会社は事業をやってるわけですよ。だから製造とか営業とかっていうのをやってるんですね。だから例えば商品が売れた、サービスが売れたっていうのであれば収益は上がってきます。じゃあ親会社は事業をやってませんと、じゃあどうやって収益上げるんですかって言ったら、もう子会社からの配当金っていうのは基本的な収益としてはないということです。もちろんその例外っていうか補助的な収益として、例えば子会社1社に対してですね、まあ、例えば経営か親会社として経営管理をやってるということで、例えば経営管理指導費みたいな感じで、まあ、例えば子会社に対してお金を請求したりとか、もしくは例えばコンサル料ですよね。親会社が子会社をコンサルしてるっていう形でコンサル料みたいな感じで、まあ、結局請求するってことはできますけど、でもそれは金額としてははっきり言ったら収益の中心にはならないですよね。やっぱその経営管理指導費とかコンサル料っていうのは、まあ、はっきり言ったら金額としては、まあ、ある程度の相場みたいなのは決まってるんで、やっぱり大きな金額を親会社持ち株会社として親会社として大きな金額の収益を計上するってことになると、もう子会社からの配当金っていうのが事実上の、まあ、主要な収益ということになります。はい、例えばということで、まあ、仮にですね、まあ、一つの例ということで、まあ、ゲーム事業っていうのをですね、まあ、今回例に挙げてみたときに、はい、A 社は事業会社ですということですね。だから持ち株会社ではありません、事業会社ですと。だから自分たちがゲームを製造し販売してますということで、 A 社は事業会社としてのゲーム会社ということですよね。で、B 社は持ち株会社ですということですね。持ち株会社ですと。で、子会社の1社の中にゲーム会社があって、そのゲーム会社の株を 100% 持ってますっていうのが、まあ、B 社というふうに したいと思います。はい。そうすると、まあ、連結されている決算書の数字だけでは、事業会社 A と持ち株会社 B の違いっていうのは分からないんですね。だ数字だけではですよ。まあ、もちろん文章を読めば分かるんですけど、数字だけだった場合は、持ち株会社の売り上げ、
費用、そして利益の中にゲームがどんだけ売れたんだ、そしてどれだけ費用がかかったんだ、残った利益はいくらなんだっていうのが、持ち株会社の方には子会社の決算書っていうのが 100% 連結されてるんで、だから数字だけ見ても違いっていうのが分かんないということですよね。はい。しかしですね、現場、現物、現実では事業会社と持ち株会社っていうのはこれは全然違うんですよね。だからあくまで数字上が同じというだけで、実際は違うということです。はい。つまりですね、事業会社 A ですね、要するに自分たちの会社としてゲームを作り、ゲームを売ってますということであれば、ゲームが大ヒットしましたということによって得ることができた利益、言い方を変えたら現金っていうのは、これは自社のものですよね。当たり前ですけど、自分たちでゲーム作って、自分たちでゲーム売りました、お金の入金がありました、誰のものですか、それは自社のものなわけですよ。はい。そうすると、利益、現金の使い道ですよね。じゃあこんだけ、例えば今期は当期純利益でいくら利益が出ました、じゃあその利益どうしますかっていうのは自社で決められるということです。だから配当でどれぐらい出すのかとか、もしくは、内部留保という形で、企業として貯金をいくらするのかとか、もしくは次のですね、ゲーム開発のために再投資をいくらするのかっていうのは基本的には自社で決められるということですよね。で、当然この会社っていうのはゲーム会社であり、ゲーム専業会社ですから、だから再投資っていうのは次の大ヒット作を作るために当然使うということができるということですよね。はい。一方、持ち株会社の場合っていうのは、子会社のゲームの大ヒットによって得ることができた利益、現金っていうのは、親会社、持ち株会社のものじゃないわけです。子会社のものなんですよね、あくまでも。それはもう当然、子会社が得ることができた利益であり、子会社が得ることができた現金ということになります。はい。だから、利益、現金の使い方っていうのは、これは子会社が決めるということになるわけですよね。当然、子会社には取締役がいて、社長がいるわけですから、子会社の取締役会とか社長が決めることということです。はい。だから持ち株会社である親会社の投資資金として、だから持ち株会社っていうのは事実上投資会社なわけですけど、じゃあどの子会社の株を売ってどの子会社の株を買うかみたいな、その投資資金としてゲーム会社が大ヒットによって得ることができた利益現金っていうのを自由に使えるわけじゃないということですね。はい。もちろん、持ち株会社が子会社株っていうのを 100% 保有している場合っていうのは、子会社の経営に非常に強い影響力を持ってはいるんですよね。だから親会社、持ち株会社の経営陣っていうのは、たとえ子会社の取締役になってなかったとしても、事実上ですね、子会社の代表取締役以上の影響力を持っているっていうのは、これは実際の現実ということです。はい。だから子会社の取締役じゃないんだけど、子会社の代表取締役以上の影響力っていうのを実際親会社は持ってはいるということですね。はい。だから子会社の利益、現金の使い方に関して、子会社の意思決定ですよね。じゃあどれだけ配当に出した方がいいのかとか、どれだけ内部留保した方がいいのかとかですね、この余ったお金っていうのはどういうふうに再投資した方がいいのかっていうのを、親会社として意思決定に強く関与することはできるということです。はい。しかしそれでも関与は関与なんですよね。はい。だから子会社の現金っていうのがそのまま親会社のものになるわけじゃないということです。子会社は事業会社のゲーム会社、親会社は持ち株会社で、子会社が稼いだ現金っていうのは親会社の投資資金にそのままなるわけじゃないということです。はい。もし子会社の現金の一部っていうのを親会社のものにしようとするならば、例えばですね、もう配当で結局たくさん取るということですよね。だから子会社が利益を例えば100億出しましたと、当期純利益ですね、最終的な当期純利益を100億出しましたと、でも配当成功 80% ってことは、80億は結局もうね、親会社に対しての配当っていう形にしちゃうということですよね。だけど配当には例えば日本だったら税金の支払いっていうのが 20% ですよね、必要になるということなので、だから子会社の純利益 64% ですよね。だから 80% の 80% で 64% っていうのを親会社の現金として移転させる、これが一つの考え方としてはあります。はい。またはということで、子会社から親会社が企業内融資っていうのを受けるということですよね。だからグループ企業なので、だお金が余ってるところとお金が足りないところっていうのが発生してた時に、企業の中でお金の貸し借りっていうのをするということです。
ですよね。だから子会社がすごい今回利益を出しました、ね、現金たくさん持ってます、お金余ってます、だけどグループの中に、まあ、例えば親会社がもっとね投資に対してすごくお金を必要としてますということであれば、まあ、子会社が親会社に対して、まあ、企業の中でグループの中で、まあ、融資をする、もしくは融資を受ける、まあ、こういう手続きを取るということも、まあ、物理的には可能ということですよね、はい。ただ、まあ、持ち株会社っていうのは、まあ、効率を追求した、まあ、組織構造ゆえにということで、まあ、結局事業をやってないんで、だから製造をやってないってことは、例えば商品企画を立てたりとか原材料を仕入れたりとか、もしくは製造したり組み立てたり標準化で複製したりとかって全部やらないわけですよ、まあ、単純にもう究極お金を仕入れてお金で投資するっていうことなので、まあ、効率はもう最高に高いわけですよね。だから、まあ、持ち株会社っていうのは効率を追求した組織構造ゆえに、まあ、主要な収益源っていうのは結局子会社からの配当金しかないんですよね、まあ、それ以外っていうのは、まあ、正直金額としてはそんなに大きな金額っていうのは、まあ、受け取ることができないので、一番大きいのはやっぱ配当金ということになるわけですよね。だから、まあ、配当金次第ということなので、たとえ子会社がどれだけ儲けたとしても親会社が 100% 完全に思い通りにできるわけじゃないということですよね。自分たちのグループの中である一社、子会社がすっごい大きく、まあ、儲けました、利益を出しました、じゃあその利益 100% 親会社が自由に思い通りできるかといったら、それはできないということです、はい。またということで、まあ、現場現物現実において顧客にとっても従業員にとっても株主が誰なのかっていうのは、これ影響はないんですよね。まあ、例えば小麦を仕入れる、小麦粉を作る、小麦粉を仕入れる、パンを作る、パンを消費者の方に買っていただく、そうした時に、じゃあ例えばパン屋さんの株主が誰なのかっていうのは、パンを買ってくれるお客様、消費者には何の関係もないですよね。誰でもいいわけですよ、極論。自分はパンを買いたいわけで、パンを買ったわけですよね。そのパンを売ってくれるパン屋さんの株主が、その店長さんなのか、全く別の投資会社なのか、何の関係もないということです。で、まあ、パン屋さんで誰か働いている従業員の方が働いていると言った時に、まあ、結局ですね、まあ、その店長さんとかっていうのは従業員にとってはすごく大事かもしれないですけど、株主誰なのかっていうのはぶっちゃけどうでもいいわけですよ。結局従業員は会社のとですね、まあ、労働契約で決められた労働時間を提供して、決められた固定給っていうのを受け取るという労働契約、雇用契約で働いているわけなので、その雇用契約通り給料を払ってもらえるっていうんだったら、別に株主が誰なのかとか、株主が今度誰に変わったのかっていうのは、何の影響もないということですよね、はい。なので、まあ、概念上ではですね、まあ、同じグループ企業でもということで、例えば持ち株会社があります、その持ち株会社の下に子会社が10社あります、子会社が100社ありますと、子会社が1000社ありますと、じゃあその1000社はなんとかグループということで一つの企業のように法律上、概念上では見えたとしても、現場現物現実では各子会社の各従業員が各顧客に対して各商品をそれぞれで提供しているので、持ち株会社を中心とするグループ会社では経営陣の説明ほどには相乗効果っていうのは発揮されないということです。なんでかちった会社としては本当はバラバラだからということですよね。決算書が連結して数字が足し合わされているだけで、その人たちが一体になって協力して一緒にこう仕事をしているわけじゃないということです、はい。なので経営陣、まあ、特に今回の持ち株会社っていうのは投資会社なんで、だから投資会社として子会社の株を売るとか、新しい会社を買って子会社化するとかっていうのをやるわけですよね。で、そのじゃあなんでその相手の会社を買ったんですかって言ったら、それはグループとしての相乗効果を発揮するためですっていうのがよく言われるんですけど、実際その会社っていうのは基本的にバラバラなんで、お客さんもバラバラ、働いてる従業員もバラバラ、提供してる商品サービスもバラバラなので、実際は相乗効果なんてまあ滅多に発揮されないということです、はい。相乗効果とは無意味な買収を正当化されるために広く用いられる経済用語ということですね、はい。結局ですね、まあ、持ち株会社という事実上の投資会社が投資の対象として投資家にとって魅力的になり得るのは、究極ですね、投資の資産の組み替えに集中できる、まあ、ここはまあ究極一点ということになります、はい。持ち株会社っていうのがその他の事業会社に比べて、まあ、メリットがあるとしたならば、それ何ですかって言ったら、結局日々の製造の業務とか日々の営業の業務から結局持ち株会社の経営陣っていうのは解放される
されてるわけですよ、はい、だから、まあ、30年後20年後10年後の、まあ、ビジョンを作るとか、5年後3年後の、まあ、経営計画を立てるとかですね。じゃあどの子会社ははっきり言ってもうこれからは利益っていうのは衰退するっていうのが見込まれるっていうんだったら、じゃあ子会社の、まあ、株を売却するとか、逆にこれからは伸びる、あの事業あの子会社は伸びるっていうんだったら、ぜひ、まあ、自分たちの会社に入ってほしい、グループに入ってほしいという、その資産の組み替えっていうのに集中できる、これがまあ究極的なメリットということですね、はい、そうするとまあ投資家としては、じゃあ持ち株会社っていうのにまあ投資を検討するってなれば、何をまあ見ればいいのかということなんですけど、まあ、それは何の事業を行っている、どの子会社の株を持っているのかということですよね。だからまあ持ち株会社への投資っていうのは、投資信託に投資するのとすごく似てるんですけど、まあ、違いがあるとしたら、投資信託の場合は資産の中身っていうのがほとんど分かんないですけど、持ち株会社の場合はまだ子会社が何社あって、その子会社はどこで、その子会社単位は何をやってるのかっていうのをまだ把握しようと思ったらできるということですよね、はい、そうすると、まあ、結局持ち株会社のですね、経営陣による組み替えの管理制度ですよね。だもう結構まめにまめに、まあ、例えば子会社を売却で、グループから外したりとか、まあ、逆にこれから伸びる可能性が高い、企業っていうのをグループに入れ込んだりとか、まあ、そういう、金融資産の組み替え、株の組み替えの管理をしっかりとやってる、しかもそれが精度が高いということであれば、まあ、安定的な利益成長っていうのがまあ期待しうるというのが、まあ、持ち株会社のメリットということです、はい、よって、まあ、持ち株会社をまとめていくと、はい、持ち株会社っていうのは、まあ、事業を行ってない事実上の投資会社ですということですよね。だからまあ分かりやすさだけで言うならば、持ち株会社は投資会社っていうふうにも認識していいということです、はい、で持ち株会社っていうのは、まあ、効率よく経営しているということですよね。だからまあ製造もやってないし営業もやってないわけですから、はい、だからもうすごい効率としては最高にいいわけですよね。だけど、まあ、結局現場単位ではもうバラッバラの会社がバラッバラの、顧客に対してバラッバラの商品サービスを提供してるんで、まあ、相乗効果っていうのは、口で言われるほどは、まあ、はっきり言って発揮されることはほとんどないということですよね、まあ、結局相乗効果によって 1+1 が3とか5とか10とか、20とか50とか、っていうふうにまあなっていくわけですけど、その相乗効果っていうのは、まあ、実際はまあ持ち株会社を中心とするグループ会社ではほとんど期待できないということです、はい、で、まあ、持ち株会社がまあ投資対象として魅力的になり得るとしたら、まあ、それは金融資産の組み替え能力によって、まあ、安定的な、まあ、この会社伸びないって言った時に、まあ、ある意味株を売却するとかですね、まあ、そういったことをまめにやっていれば、まあ、結局その相手の持ち株会社ですねは安定的な利益成長というのがまあ期待できるということですよね、まあ、それははっきり言って経営陣のですね、まあ、資産組み替え能力次第ということになるわけですけど、まあ、その経営陣がですね、まあ、いわゆる投資会社として能力が高いということであれば、まあ、その持ち株会社を中心としたグループっていうのは比較的安定的な利益成長をする場合があるということです。はい、ということで、まあ、今回のテーマは持ち株会社とはということでやってきたんですけれども、結論はまあ持ち株会社っていうのはまあ究極分かりやすさだけで言えば投資会社というふうに認識していいということです。そして最後に大事なお知らせを一点させてください。はい、白坂のメルマガ登録特典ということで、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう